鬼丸テレビ。鬼丸珍道中。楽しい。楽しいですよね。嬉しい。嬉しい。カポエラで鈴木が変わった。これジンが鈴木です。じゃあ基礎ができたので、基礎の動きをつなげていきましょう。もうちょっと長くつなげましょう。つなげる。はい。これできるとかっこいいと思いますよ。ここまではできる。避けたら回ってきる。なんで回し蹴りですか。そうです。これちょっとあの映えると思うんで、これやってもらいたい。かっこいいかっこいい。でまず足ついて2回目で側転しましょう。こっちの人はね、足が意外と動きが、そうですね、見た目の重さと動きの軽さのギャップはっきり言いますね。いきます。3、2、1。右足横に置いたらまず一回避けましょう。そう、避けたらこの反動で反対に回って、あ、そうそうそう、あ、そうです、鬼丸さん合ってる合ってる。反対ね。3、2、1。左に一回避け、そう、反対回りで蹴る。こっち回りですか。ちょっと私お尻の方からいいかな。そう、左に避ける。こう、あ、そうそうそう、こう行ったらこう来てこう、あ、そう、バッテリーでも足が違った。いや、もう一回戻らなくてもいいから。さあ、みちゃん、こう回ったら今度は右足で蹴る。あ、こうだ。イエス、かっこいい。踊りがジャパン。確かにジャポン。さあ、それでは今まで教わったことの中間テストでございます。ちゃんとね、誰がどのぐらいできてるかを見てもらいたいと思います。見てもらいましょう。音楽歌付きでいきましょう。やったー。皆さんよろしくお願いします。マツケンサンバみたいな。主役すぎます。さあ、それでは、厳正な審査の結果、出ました、我々3人の順位付けが決まっておりますので、それでは先生から、3位から順に発表していただきます。はい、メンバー全員一致でした。3、2、1。まず3位、3位発表します。鈴木さん。おーい。まあまあまあ、いや、そのめちゃくちゃ目が合うなと思ったんですよ。満場一致とか言われたし。これ何が良くなかったですか。
この 100% カポエラを着てしまったところえ、これと今の時点で俺の3位をほぼメンバーより、はい、20% カポエラじゃないかっていうコメントありました。いやそんな 80% 嘘ついた売ってないじゃん、そんな 20% みたいな書き換えないと書き換えないと、まあ、2人が良かったってことじゃないですか、逆に、うんうん、あ、ポジティブ、ね、おブラジルが流れてるんですよ、ほら、いい感じでじゃない、周りが良すぎたそれ、まあ、それやねん、その言い方やすいけどこの感じですよ、でも良かったんじゃないですか、あ、じゃあ行きましょう、じゃあ、2位と1位を同時に発表でございますね、はい、じゃあ2位と1位お願いします、はい、これも満場一致で、はい、2位アミちゃん、1位を203でした、アミちゃんの良かったところは、アミちゃんやっぱね、足長いし綺麗に上がるしな、綺麗だったんですけれども、嬉しい、私本当にね、足長いのはね本当自慢だったんですよ、あ、そう、気づいてくれてよかったです、はい、どうも本当綺麗でした、あの綺麗だったんですけど、鬼丸さんの方がカポエラはずっとつなげていく動きが主流になるんで、あのつなぎが良かったんですよ、流れるようにやってたのが、あとね最後のソロのなんかこう良かったです、はいはい、ということで、あの1位になった鬼丸さんには、うん、私たちの方からカポエラの T シャツをブラジルから持ってきたプレゼント、カポエラ T シャツを、ちょっと広げてみていいですか、どんな T シャツですか、見せてください、見せてください、これ、おしゃれ、で後ろがまたちょっと、あ、いい、ワンポイントというか小さめで、あとこの色があんまりね、うん、ちょっと見ない感じで、いいじゃないですか、これ夏だったらこのまま1枚ざっくり着で、はい、着てください、行けますよね、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます、ブラジルの遊びをやってみよう、どうも、はい、私、ブラジルの遊びを皆さんに教えるパルメイラワコと申します、パルメイラワコ、パルメイラワコと申します、はい、これから皆さんにはブラジルの簡単な遊びを覚えて、はい、そして遊んでいただきたいと思います、おー、はい、よろしいですか、はい、パルロインパー、パルロインパー、パルロインパー、何何ですか、パルかインパーをどっちかが決めます、パルになったら相手はインパー、インパーだ、パルだったら私がインパー、はい、わかりますね、でパルをインパーで、うん、出した指の数で偶数だったらパルの勝ち、なるほど、あ、2人の合計でってことですか、ですなるほど、合計ですね、パルをインパー、あ、やるんですか、やってみる、あ、やってみる、はい、見せてください、へぇ、はい、パルをインパー、あ、パル、お、こわ、あ、インパー、そう、え、ちょっと待って、この同活みたいなの嫌なんですよこれ、さっき聞いたら、はい、もういきなり、いきなり始まるんだって、いきなり始まるのはいいんですけど、その圧が半端じゃないですか、しかもパルかインパーも先に言ったもん勝ちなんだ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、いいよ、そっちから声かけていい、あ、じゃあ、こういう感じで、おお、鬼丸、おお、鈴木、おお、パルオインパル、アインパ負けるじゃないですか、何なんですか、しかもその奥でしょパルインパル、パルパルって言われたらインパルっていうゲームじゃないでしょ、これそこまで怖すぎになるゲーム、このそのまま普通に、じゃあやります、じゃあ、じゃあ、じゃあ、パルオインパル、あ、パル、あ、パル、インパル、インパル、インパル、パルオインパル、インパー、あー、マネ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 ー、勝った方がケツからマネーもらえるわけないですパルオインパルパル、あ、パル、インパル、パル、インパル、パルオインパー、さあ、それでは最後に、皆さんと一緒に我々もホーダー入れてもらいたいと思います、ホーダー、ホーダー、ホーダー、you
さあそれでは本日カポエラを教えてもらった皆さんにポンループからお礼のカポエラコント贈呈です。はい、じゃあポンループのショートコントカポエラ。すみません先生、よろしくお願いします。私今日ちょっとカポエラやるの初めてなんですよ。あ、そうなんだ。全然分かんなくてルールとか、うん、あ、ルールはね、はい、基本的にはないのよ。あ、そうなんですか。まあ、強いて言うなら、はい、こう頭と両手足、うん、これ以外は地面につかないようにしてくれれば、はい、あとはもう自由。あ、自由なんだ。自由に踊るだけだから、もう早速やってほしいんだけど、はい、まあ、いきなりやってって言われてもね、ちょっと分かんないんで難しいと思うから、じゃあ一旦手本を見せるね。あ、お手本見せてくれます、うん、じゃあ行くよ。はい、なるほど。あ、そういう感じですね。あ、いいじゃんいいじゃん。うんうんうん、はいはいはい。あ、めっちゃ背中ついてるんですけど、もういいや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。アミちゃんが早口すぎて何言ってるか全然聞こえなかったね。え、スポーツスタッキングやりたいという、振り込みのメールが来ました。変わった方が、はい、